はようございます。お言おうとしたら移動しました。はい、おはようございます。ポンちゃん、おはよう。ポンちゃんは狙い通りいてくれてありがとう。窓際でくつろぐ二人を撮りたかったよ。ジャン君、ジャン君、おはようございます。おはようございます。うん、行きますか。はい、で、うん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 、やっぱりそれですか。ジャン君、さて今朝はですね、ちょっとゴミを捨てに行く都合で今ちょっと順番に一人ずつ捨てに行っていたんですが、さすがにご飯を食べるのに、これからご飯食べてお風呂にも入るので、やっぱりジャン君がちょっと一人で、一人じゃないんだけどね、ポンちゃんいるんだけどね、まあ、ではなくて残ってしまうので、ちょっとね、ジャン、なんていうの、黒犬や二人で喋ってるだけだと聞き目が薄いかなと思って、あれどうやって見るんだったっけ、これか。そういえば、はい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 、音音飛べる、ケアとかしてます。まあ、どうやって止めるの。パニックサンボとかソウルとかしてますね。あれ、あー、それじゃ入れないですね。コマーシャルだから止まんないのか。 AGA オンライン診療受付中。どうすればいいの。なんで無視してんの。もう音は止まらないっすか。あれ、ちっちゃくちっちゃくして、この中の、ジャンポンの中の10周年っていうのが長いやつがあるんですよね。あれ、また違うとこ触っちゃった。あらららら、ジャンポンを触ったはずなんだけど、あ、そうだね。で、これをちょっと、10周年、俺ないね。あ、登録してないのかな。あ、せっかく作った10周年、自分で登録を忘れてるのかもしれないな。道理でみんな見てくれないと思った。とりあえず7周年。これに引きずられて出てくるかな。出ない。ジャン君がこんなことだからダメなんだね。7年。立っています。立ちましたですね。初めの頃の、ジャン君、ポンちゃんはね。あ、しまった。ジャン君、おいで。これだったら、連呼するかなと思ったんですが、70年のやつはそんな長くなかった。長さがさ、随分変わってきました。あれ、最初の1年、2年はね、甘えるなんていうことは全く考えたこともなかったでしょ。じゃあこれにしよう。ごめん、とりあえずこれ流しとくね。ご飯食べてきます。長くかかってすいません。何があったのかは全然わからないんですけれども、保護された時からこういう状態
内容ですよ。まず人とうまくやっていこうとか、慣れようという気持ちは全くないですね。目が合うだけでまずシャーです。まずはケージに、目隠しをしてですね、落ち着いてもらおうということで、だいたい1ヶ月くらいですかね、ご飯をあげるときに必ずシャーと、あとはちょっと手を伸ばして、しまうとですね、パンチが飛んでくるという形で、最初はもうほとんど、なんていうのかな、一瞬だけですね、こう目隠しを外すのは。これは1ヶ月くらい経ったところなんですけれども、ケージの中で触るのはもうもちろん難しいということで、ケージの外から触るというか指を入れるレベルですね。これもまあまあ決死の覚悟です。少しずつですけれども、手から食べてくれるようになると、お互いの間合いというかですね、が詰まってくるのが分かります。2ヶ月目に入るとケージの中で少し落ち着きが出てきています。外から猫じゃらしで遊んだりするというのに応えてくれるようにもなってますね。雰囲気としてはちょっと早いかなとは思いますけれども、扉を開けて外に出してみようということになりました。最も怖いのは、家庭内野良ということなんですが、部屋のどこかに隠れてしまって、出てこない、ご飯の時だけ、そーっと人が見てない時に食べるっていうのが、家庭内野良というんですけど、それにならないように、ケージに戻るような感じで進めています。ですね、部屋の中にあるキャリーですね、ケージとキャリーを行き来するというようなことで、まあ、ちょっと隠れ家っていうとこですかね、我が家では第一基地第二基地と呼んでいました。この200円のブラシがとても、良くてですね、だいたい30センチぐらいの枝だったかな、この距離だと触らせてくれます。3ヶ月経っていてもですね、顔の付近に手が来るとやっぱりパンチが
来てしまいますね。それ以外の、人が離れている時にはケージの外に出て、これもそろそろ外でご飯も食べるようになっているところですね。このブラシが、ちょっと柄の短いもので手が、だいぶ顔の近くに近づいてますが、それでもブラッシングさせてくれるようになりました。ケージの外ででもですね、だいぶこうリラックスして、特に、コンピューター周りですね、出歩くようになりました。はい、半年過ぎてもまだ叩かれるときは叩かれます。これはあの体を触ろうとしているというのが分かるからだと思うんですが、この辺からが、ジャン君とパパママとのバトルになってますね。できたら撫でさせてほしい、パパママ、それから嫌だよと思っているジャン君ということですね。10ヶ月を迎えたところで、ケージを、撤去しました。これでもう部屋の中だけの生活、自由にしていいよということでですね、この、冬用のベッド、この中が、まあ定位置になりましたね。これはね、お留守番の状態なんですけれども、普段はどうしてもビクビクして、顔色を伺うような、感じなんですが、これはね、ちょっとへーと思いましたね。誰もいない一人ぼっちになるとこんなに楽しく遊んでるのかというのがですね、少し寂しい気持ちもあります。1年経った時にですね、思い切って撫でてみたところですね。これ初めて撫でられるんです。すごいんですよ自分で開けて入ろうとするところですね。ね、
ちょっとまた旅を使って卑怯な手口ではありますが、自分から近づいてくるということですね。また旅に釣られてですが、自分から望んできたというところになります。するんですけれども、どうしてもやっぱりあの神の手と言われているマオイママの手、その続きということで、まあ真似をしているんですが、見てください、この顔。ジャン君、というわけでですね、少しずつ少しずつ、体に触ること、これはマオイママの手ですね。頭を触れるようになってます。だいたい先に、道を開いてくれて、その後クロケンパパは追うというスタイルですね。辿っているんですが、初めてパパでぐるぐる行ったシーンでした。今ちょっと息を飲みましたね。態度の差がやっぱり顕著ですね。ママ戻ってきたでしょ。どうだった？よいしょ、ちょっと一旦切るね。これからお風呂に入りますけどね。もうちょっとしたら風呂沸くのに15分ぐらいだから、あと15分。さあ、2年が過ぎました。ここにいますよ。ただこれやっぱり音小さいね。
もうちょっと大きくなるように、なんか安いスピーカーでもいけるか。あと音がやっぱりちょっと軽い感じがするんだよね。この頃からでしょうかね。音質どうですか。割とこう君たち音質に手を伸ばしても逃げなくなってきた感じが出てますかね。パパのように聞こえてますか。基本的には声一緒かな、まだ自分で聞く音とは違うからね。ないんですけれども、まあ2年も経ったんですからね、悪いやつじゃないってことぐらいは理解したんじゃないですか。ま始めます。一旦止めましょう。なんかいい感じ。ちょっと気づいちゃったかもしれないけど、これからお父ちゃんはお風呂に行っちゃって、私も下でご飯食べに行くの。ごめんね。ぽんちゃんと仲良くしててね。動画つけてあるからね。なんか動画無音だけど、ジャン君映ってるから喋ってないだけかな。とにかく行ってきますね。じゃあね、あんまり泣かないようにね。Thank you.
せしました。はい、どうぞ。ください。はい。あれ、落としてないね。大人内心ですか。おかしいな。あ、止まってた。なんで止まってんの。まあいいか。さあ、どうだった。ジョン君はその後落ち着いて寝ています。ここのホットカーペットね、電源入れてあるからね、これをずっと続けてくれるといいよね。ジャン君、また晩ご飯を食べに行くのでございますので、ちょっと手間がいろいろかからないこれにするね。だと時間が大丈夫かな。よそんちのも流れるか、まあでもいいかね。あ、違うやつにしよう。よろしく。すぐ帰ってくるから早めしにする。はい、どうぞ。少し前からジャン君の声が笛みたいにピーって鳴る感じで、ちょっと声が出ない感じになっています。これは、どういうことなのか、ちょっとネットで見るとストレスもあるのかなということなので、マオイママと2人でジャン君を特に可愛がると、そう決めました。少しね、やっぱり注目がいろんなところに分散したので、だいぶ甘えん坊になっていたジャン君としては、まあ、ストレスというか寂しかったのかな、そういうこともあるかと思います。これが続くようであれば病院にちょっと相談しますが、基本的には愛してるよっていうのを伝えるという治療をします。ポンちゃん、ポンちゃんもどうですか。ジャン君がですね、ダミ声ですけど、ねーって泣きました、笛の音のようなか細いのではなくて、ちょっと喉が痛いけど
泣いちゃったみたいな感じです。じゃんくん、ラブシオ君たちを外に出す前にジャン君儀式をすることにしました。まず、ジャン君これからですねお子たちが出て暴れ回りますけどよろしいでしょうか。なでなでいっぱいするのでよいしょ、ご勘弁いただけるでしょうか。はいはい、ジャン君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 、ニヤっていう声に戻ってちょうだい。ちょっと固めだね。ちょっと避難してくださいポンちゃんはしなくていいのかな。ポンちゃんはね、要求しないからね。一応、様子はよく見とく。なに、ジャン君。うわ、逃げた。ジャン君の中は赤い。ポンちゃん、必要ですか。毛がいっぱい取れるな、君がやらないとね。すっごい毛が抜けるの。やってないから下の毛が取れる。いたって、はい、すぐご飯にするから、はい、
くおいで。はい。はい、指。食べ物じゃないじゃんって。遊ばないの？開けたよ。お腹すいたね。
シーンや、ケージの中で寂しそうに泣いたそうです。まあ寂しいからかどうかは分かりませんが、それからケージの中を、上行ったり下行ったりちょっとバタバタしたようですが、これも寂しいからかどうかは分かりませんが、ね、そうね、ケージの中から出たくてアピールしたのかもしれません。最近は外の時間が長くなったからね。あとはいつもの遊ぶ相手がもういませんが、ジャン君とポンちゃんに遊んでっていう風に言い出すでしょうか。どうだったかな君たち。うん、はい、じゃあ食べます。アンズちゃんは新設台の上ですか。